20% 引きやってたの。じゃあ、여러분、안녕하세요。푸르른사라티입니다。久しぶりですね。久しぶりですね。今日はね、まあ、早速本論から入りますと、はい、コラボレーションなんですよ。ほう。コラボ動画。ね、ありがたくね、うん、こちらの E メールで提案が届きまして、別の YouTuber さんがいらっしゃるんですけれども、はい、うん、自分が音楽を作りました。音楽を作って夫婦の中の話を音楽にしてミュージックビデオを撮ったから、それをちょっと見ながらリアクションをやっていただくと、リアルな夫婦同士の生活の話なの、うん、ミュージックビデオを撮ったんだけど、うん、あれをちょっと見ながら君の反応を見る観察動画です。コラボレーション動画です。なんか最近好きだな、それなんでそれ観察系。いや、君を観察するのは、うん、まあ、もういつもそれは好きですよ、うん。まあ、とりあえず早速見てみましょう。名前はね、予防以後は単語あにゃ、うん、イーバクサーバンドっていうバンドです。予防以後は単語あにゃ、うん、字幕もありますよ。あ、字幕、字幕。似てるよ。これもね、僕好きだから。あ、そうだね。なんだお Okay.
ュージックビデオだって思いまくない他人事とは思えない他人事とは思えない僕もね、すごくいろいろガンプラすごく好きで子供の頃も毎日毎日作ってたから、うん、大好きだし、まあ、音楽も結構すごくバンド系でいいなと思って、うん、なんかこれをあの2人で見ながらリビューしてほしいってこの方が直接言ってくれたんです、うん、おありがとうねでもすごいメロディー良かったですねああそうそう、普通メロディーいいじゃんだと思う、うんまあ、それはそうなんだけど、どう思うなんかそうやっぱりね外国人妻は韓国はこれ定番なのよあそう、うん、なんか例えば片働きだとしても、うん、小遣いとかで生活するのが多いし、うん、棚なんかそういうガンプラみたいなものを買ってきたらなんか怒られるのが、うん、みたいなもんなんだよね、うん、はい君が見たらどう思うでも私も一応オタクだし元、うん、元フィギュアも好きだから、うんその家の経済的に余裕があるんだったら別にいくらでもいくら買ってんのだからあそういうカツカツの生活をしてるのに買ってきたらもうあったんで怒るけど、うん、そうでも見た感じの余裕ある、うんまあ、別にそういうわけじゃなくてだからなんかなんでこんなのにお金使うのみたいなそれがもう気に食わないっていう話、うん、はいそういうの全くないガンプラは大丈夫ですガンプラは大丈夫ですはい言ったよねガンプラ大丈夫言ったよねそしたらジョジョのフィギュアも買って買うけど言ったよねはいちょっと待ってえっ何嫌な予感嫌な予感じゃないじゃん君が言ったの君が言ったのえぇ、ー、大きいしかもめっちゃ大きいねほら見てすごいねすごい、かっこいいかっこいいでしょ見てかっこいいだろ最近ね、見てなかったらこのバージョンカトキっていうカトキっていうあのデザイナーがデザインするシリーズなんだけどこれは知ってるやつアニメの中でそうそうシャアの専用機、うん、シャアの専用機もともとバージョンカトキすごく好きなのよ俺、うん、何個か持ってたんだけどもともともほぼ俺十何年ぐらいやってないじゃんはい十年意外と思ったよりちっちゃいもの初めていろんなバージョン買うときが新しく出てってたんですよもうこれはしょうがないなと思って待ってはいいくらしたんですかなんでいくら買ってもいいってさっき言ったじゃんあまあ一緒のやつあ、違うかあ、これはあのメタル剣士のやつピカピカな金属の質感持ってるやつでこれは同じやつなんだけどバージョン買うときまあとりあえず好きなんでこれはもう買うしかないと思ってこう買っちゃったいくらしたんですかでもあの 20% 引きやってたのよ20% 引きやってたのなんでその濁すの20% 引きいくらなんだろうこれで秋葉原とかでいつもいくらぐらいすると思うこれでもこれだったら16,000ああ、はい、いや半分それあ半分うん7,900円ああじゃあ全然いいややったでねもともとはね実はこの隣にもう一個あったんですよこれジオンじゃ同じカトキ先生が作ったネオンがピカピカしてすごく飾ると良さそうなやつがあったんだけど、うん、あれは18,000円ぐらいしてたおお、やっぱちょっと高級な分、うんうん、こちらまだね、いろいろ必要なものを買わなきゃいけないからちょっと買えないけど、まあ、落ち着いてたら別にネオンが使ってもいいよお、マジ、うん、やっただからこれ、そしたらこうこうこれって感じこれでも作るやつでしょうん、作るやつ、うん、こういう感じそんな時間あるのかまあ時間があって余裕があったら作ってるよやったでも俺ほぼ本当に15年ぶりぐらいに買ったよ待って、JU のやつもそうあ、それはもうどこかでないでしょ下にあるよあれも組み立ててほしいそうだ、分かったやったでもまあ意外とうちの妻はそんな怒らないでいいよ私も別に大丈夫君がここで怒ったらもう YouTube 醍醐味だったんだけどごめんなさいこれあんまり怒らなかったからねちょっと面白みに欠けるまあ、でも本当に音楽すごく良くない？うん、すごく良かった、うん、音楽すごくこちらも早くチャンネルの音楽作って出す日を楽しみにしようそれも告知していいですか？いや、まあ作る予定ではありますまあ、いつ上がるかはよくわからないんだけどまあ、とりあえず、やった！まあおかげさまでゲットしました、ありがとうございますかっこいいでしょ、まあ、かっこいい、うん、じゃあ、そしたらはい、あの組み立てる動画では終わりたいそういうことはい、그러면오늘도좋아요그리고또다음 설정 잘 부탁드립니다 잘 부탁드립니다